本当に最後の戦いがやってまいりました。男子決勝戦、1年待ったこの日本のトップを決めるタイミングです。ジャッジが今まだ少し頭を悩ませていますが、今ここでライダーをまず先に紹介させていただきましょう。まずは男子、エストニアから来てくれましたギボンのライダー、ワールドカップにて優勝を収めました。現在世界ランク3位を収めているゼッケンナンバー45番ヤンロス。対するはその身体能力でここまで会場を沸かせてきましたゼッケンナンバー33番エレファントライダー早坂浩太。2人の熱きバトルに皆さんご注目ください。さあ、ジャッジ準備はよろしいでしょうか。ジャッジ ready。 ライダーの2人準備はよろしいでしょうか。それぞれ持ち時間は2分、最後の試合です。ギボン日本オープン2014男子決勝戦スタート。さあ、今ライン上先に出たのは綾瀬のコーター。大きなバットバック、フロアレスからのフラットスピンと今度をつなげてきます。スリーシックスからダスティー北条、トリックをつなぎます。でかいバック、スカイダイブからのラストバック、バックフリップ、いきなり一発のキャラを見せてくれます。その男、そして対するはエストニアからの刺客ヤンロス。今オンザライン、大きなグラブ、ワイフィー、ルバーサのワイフィー、スリーシックス、大きなエアです。ラッツン、非常にダイナミックです。ラッツンチェスト、バットフロント、サンドに持ち込む、非常に安定した確実なライディング、バックフロント、しっかりと乗ってくる。この幅はわずか5センチしかありません。ダブルバッチのラインアウト、早坂浩太にラインのリズムです。両者の熱き戦い、さあ会場を走ってくると早坂浩太がオールです。大きなジャンプ、ダブル、バットフロント、そしてチェストダンス、フロントにフロントを重ねるミスターフリッパー、バック、そしてメイソン、フロントフリップの中に360度のひねりをさらに加えていました。なんという身体能力でしょう。レバー、そして片手で、動きのある技だけでありません、スタティックなトリックも彼は得意としています。バックランスからのインバート、バックフロント、
が鳴ります。